株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。2020年の JBC スプリント王位を制した王位生え抜き G1 馬サブノジュニア王位堀千晶厩舎小林文厩舎が現役を引退し種牡馬入りすることになった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。サブノジュニアは2016年9月に大井競馬場からデビュー。株式会社 AI によるデモ音声です。初勝利を挙げるまでに5戦を要し、2歳離れをした雄大な雰囲気は当時から目を引いたが、気難しい面や2度の骨折もあり出世は遅れた。これはデモ音声です。短距離のダートグレード戦線で好走を続けながら、昨年6歳時にアフターファイブスター賞で重賞初制覇を飾ると、 JBC スプリントでは強豪たちを一瞬し王位生え抜き初となる快挙を達成。株式会社 AI が提供するデモ音声です。その年の NAR グランプリでは年度代表馬、4歳以上最優秀母馬、最優秀短距離馬と3部門を獲得。これはデモ音声です。12月9日に大井競馬場で実施したビオラ賞がラストランになり6着。引退セレモニーでは最後の雄姿を取ろうとナイターレース後の遅い時間にもかかわらず多くのファンが集まり別れを惜しんだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今後は12月16日に慣れ親しんだ小林文厩舎から種牡馬生活を送る北海道のイーストスタッドへ向かう予定だ。これはデモ音声です。サブノジュニアの馬主は中川三郎様、生産が藤沢牧場様、新日高町。これはデモ音声です。ロマンあふれるサブノジュニア。株式会社 AI が提供するデモ音声です。多くの人たちの夢と希望を乗せ、サウスビグラス後継種牡馬としての新たな生活をスタートさせる。これはデモ音声です。堀調教師、最後は勝って終わりたかったです。これはデモ音声です。折り合いに書いて気の難しいところが出てしまったのはジュニアらしいですが、無事に走ってくれてよかったです。これはデモ音声です。去年の地元の JBC スプリントを勝てたことが一番の思い出で、オーナーさんと相談をしてレースの組み立てなど全部がうまくいって、馬の成長も著しく本当に夢のような時間を過ごすことができました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。根本は賢くて瞬発力、キレがすごいです。株式会社 AI が提供するデモ音声です。その力が子供たちにも受け継がれてほしいです。株式会社 AI によるデモ音声です。毎朝厩舎で人参をあげるのが日課で、それが至福のひとときでもあったので寂しいですが、今度はイーストスタッドさんに会いに行きたいです。株式会社 AI によるデモ音声です。これが GI を勝つ馬なんだなぁと。これはデモ音声です。ジュニアに言いたいことは多すぎてまとめられませんが、まずはありがとうとお疲れ様でした。株式会社 AI によるデモ音声です。謝りたいのは重賞を2つしか勝つことができなくて申し訳なかったです。これはデモ音声です。寂しくてラストラン前から普通の感情にはなれなかったですが、無事に種牡馬生活に入っていけるのは嬉しいですし、会いに行きたい。